それでは、科学メジャーのデモビデオです。このビデオではですね、科学メジャーでよく行う測定、ものを測るというところを、ご覧いただきたいと思います。2つの測定を、ご覧いただこうと思います。まず最初は NMR の測定です。 NMR というのはある物質を強い磁石の中に置いてですね、その時のその、磁石のその影響の様子からそこにどんなものがあるかというのを調べる、そういうものであります。皆さんの中にはお医者さんに行ってですね、 MRI というのをやったことある人いるかもしれませんけれども、あれは人体を NMR を測定しているものです。それではビデオをご覧いただきます。少々画質が荒くなっているところがありますが、ご容赦いただきたいと思います。まずこれは測定用の資料を作っているところですね。こういう細いガラスの管、直径5ミリなんですけども、その中に資料を入れます。でそれで、測定室に持っていきます。で今、資料で測定資料をですね、セットするしようとしているところです。今ここに入れています。これがその NMR の機械で、超伝導磁石が入っています。中は液体ヘリウムと液体窒素で冷やしています。でそこで測定のパラメーターを設定して測定を開始します。でしばらくやるとこのようにそのスペクトルが得られてきます。このスペクトルがどこに出てくるかで、そのどういうところにどういうものができているかと、どういうものがそこにあるのかということが分かります。これはそういう反応を追いかける、例えば合成反応がちゃんといってるのかとか、今なんか物ができてる、欲しいものはできてるのかとか、余計なものはできてるのかとか、そういったのを調べるために、大変役に立つ方法です。続きまして X 線の測定です。X 線何をするのかと言いますと、結晶ですね。皆さん塩の結晶とか砂糖の結晶とかご覧になったことあると思いますが、あの結晶の中にどういうふうに原子が入っているのか、分子の形がどうなっているのか、先ほどのは溶液の中でしたけど、今度は結晶という固体の中でそのものがどういう形をしているのか、どんなものが入っているのか、その中に入っているものがお互いどういうその関係にあるのか、そういうのを調べていくツールになります。もちろんX 線といいますと皆さんレントゲン写真で、おなじみかと思いますが、あれとはちょっと違う、X 線の使い方になります。もちろん放射線ですので、特別なそのトレーニングを受けた人が使える装置になります。それでは映像を始めます。まず今これ測定に使う結晶を選ぼうとしているところですね。だいたい100ミクロンあるいはそれより少し小さいぐらいのものを選びます。今選んでいる結晶は多分100ミクロンないですね。80ミクロンの結晶だと思います。でそれをホルダーに乗っけてですね、X 線の装置これですけどもに乗っけます。で今結晶はこの先っちょについています。で今何をしているかというと、 X 線がこっちから出てくるんですけれども、結晶がその X 線のビームの真ん中に来るように位置合わせをしています。ちょっと方向を変えて見てますけれども、今その作業をしています。
血腫をこの辺に表すね。で、どれぐらい の間隔で合わせるかといいますと、もう何ミクロンというレベルですね、数ミクロンのレベルで位置合わせをするということになります。結構神経を使う作業にですけれども、これちゃんとやらないとちゃんとしたデータが取れないということになります。今一生懸命頑張ってやってますね。で、まあ最後の打ち合わせの、締めくくりを今やっているところです。で、打ち合わせが終わりましたら測定にかかります。撮影の都合で服が変わってますけれども、ご容赦ください。これがX線の装置の全体像。こちらから X 線が出てきて、でここにある CCD のカメラで、X 線に結晶に当たった X 線を検出しています。でそうしますと結晶からこういう斑点がいっぱい返ってくるんですね。X 線のビームを当ててるんですけれども、こう X 線結晶に当たりますとこういう斑点 の形でいろんな方向にこうX 線が出てきます。でこの出てきたこの斑点をですね、どの場所とそれから強さを使うと、それを数学的に処理しますと原子の並び方が分かるということになります。もちろんこれX 線いろんな方向に出てくるわけですから、このここら辺のこのガラスっていうかプラスチックの板、アクリル板なんですけども、これもちょっと色がついて見えるのはこれ鉛が練り込んであって X 線が外に出てこないようにしてあります。でこれを使って結晶の中の構造、分子の構造を決めると。これは我々科学において、非常に大事ですね。どんなちゃんとこう欲しいものができたのかというのを調べるためのに欠かすことができないものになります。はい、それではご視聴ありがとうございました。これで終わりに、このボリュビデオは終わりにいたします。